私たち7人目のセルールです。全員高校1年生6人で結成されたアイドルグループ7限目のフルールです。岡川結衣です。どんな道に進んでもたくさんの人に愛されるような人になりたいと思います。竹内春です。どんな職業についてもたくさんの人を笑顔にできるような人になりたいなと思っています。丸山美優です。将来の夢はたくさんの人を元気にしたり笑顔にできるような人になりたいです。高柳沙耶です。誰かを笑顔にできるようなアイドルになるのが夢です。片岡仁子です。みんなを笑顔にできる人になりたいです。はちみそなです。アイドルでも自由でもマルチに活躍できるかっこいい芸能人になることを目標に佐久長聖高校でのレッスンを頑張りたいです。7限目のフルールは佐久長聖高校に今年度から新しくできたコースパフォーミングアーツに入学した6人です。アーティストのマネジメントやキャスティングなどをする東京の企業が育成やデビューをバックアップします。同時にゲームプログラミングのコースもスタート。ゲーム開発者の指導のもとプログラミングなどゲームの制作から販売までの過程を学んでいます。とは言っても日中の授業は他の生徒と同じです。違うのは大学への進学を視野に入れながら7限目に歌やダンス、演技を学んでいること。これまでさまざまな道に進む生徒を見てきた校長にある思いがありました。夢中になってそれをこう一生懸命やって、ただそれが終わった時、ダメになった時に次どう生きていくかっていうと結構悩んでる姿とか路頭に迷うっていうほどではないけれども、なんか本当魂抜けちゃったようなね雰囲気になったりとか、そういうのを見てて、その割には我々教師は夢を持てとか親御さんもまあ同じようなこと言うわけですよね。全力で夢を追いかけられるようにと作ったのがこのコース。必ずしもアイドルを目指すと決めた生徒ばかりではないのです。将来の夢がたくさんあるので、こういうふうに両立できるといろんな夢を目指せるのでいいなと思います。芸能系だったらダンサーで、勉強を頑張るなら薬剤師とか通訳の人になりたいなと思ってます。いらっしゃる。お願いします、はい、そしたら発声からやっていきましょう。鏡の方向いていきます。東京などで幅広く活躍する講師を招いたレッスンです。なるべく目線高く遠くのイメージです。わお。経験のない子たちばっかりだったので、もう本当にまずは声、大きな声を出すことすら慣れていない。恥ずかしいを拭い去るところからだったので、6年間合唱を続けてきたんですけど、やっぱちょっと合唱とは違う その歌声の出し方で苦戦しているところはあります。小さい時はすごい音痴だったので、もうなんか歌うこと自体すごいあんまりその慣れてなくて、周りが上手い中声出すのがちょっと嫌だなって思ってました最初は。4月下旬集められた6人に重大発表がありました。8月に、デビュー曲シングルをリリースします。グループ名が決定いたしました。お待たせしてすいません。7限目のフルールという名前に決定いたしました。フルール、わかる？言い
ントラーキメジ。フルがわかんない。フルーツ。ナナフルです。なんか可愛い。可愛い。可愛い。フルールとはフランス語で花を意味します。そして6人が今活動するのは授業の7限目、在学中の3年間という限られた時間の中で大きな花を咲かせたい、そんな思いが込められました。夏にはすでにデビュー曲のリリースとライブが控えています。曲もやっていかないと、だってもう夏まであと数回よね。レコーディングが、レコーディングいつ？29日です。30。じゃあもう超速攻やんないとね。大舞台を間近に控えていても、垣間見えるのは至って普通の高校生らしい姿です。白滝やろ。あ、待て。絶対卵。絶対卵。潜在写真に写る自然な笑顔の裏側は、好きなおでんの具の話。それぞれ個性ですごい溢れてるので、そういうのを活かしながらみんなで協力してたくさんの人をその元気にしたり笑顔にしたり楽しませられるような活動とかにしていきたいと思ってます。この日はダンスのレッスンです。6人中4人が初心者です。アイドルの子たちにレッスンしたことはありますけど、目指してる子たちっていうのは初めてなので、僕もちょっと模索しながらいろいろやってます。あ、めっちゃ頑張ってますよ。3歳からバレエにジャズダンス、ヒップホップの経験がある岡澤さん、歌よりも得意分野です。手が引っ張れてるイメージすればいい。ダンスの方が自信があるので楽しいです。今までの人生の中でありえないことなので、すごいワクワクしてるし、なんかいい経験だなって思います。夢中になるものを見つけてもらいたい。自分で見つけて自分でやりだしたことはやっぱ責任が生まれるから、一生懸命やるんですよ。してどうやっても苦しい、どうやってもダメって言った時は自分でちゃんといい意味で諦めるから、思い切って やれる環境を我々周りの大人はね、作ってあげるっていうことが仕事だと思ってるし。私たち7軒目のフルールです。納得した？納得した人 OK です。 OK です。たくさんの人を笑顔に、同じ夢を抱く6人が大きな花を咲かせようとしています。